脇場所の新番付が発表され貴景勝が大関から関脇に降格琴桜と豊昇龍が大関大野里霧島貴景勝が関脇にまた平戸海が2場所連続の小結びで十勝を挙げた翌場所も小結びに7月下旬から8月にかけてスポーツ報道はパリオリンピックのメダルラッシュに大いに沸いた。 大相撲も力士のメディア露出といえば、テレビの大食い番組などに減ったが、中部地方から東北、北海道まで夏巡業をこなし、各地のファンたちとの触れ合いを継続。8月26日には早くも秋場所の番付発表だ。そこで、名古屋場所を振り返りながら今一度、大相撲の注目点をおさらいしてみる。意義大きい V10 まず。 名古屋場所で支配を手にしたのが横綱小の富士だった。伊勢ヶ浜部屋の横綱としては、先輩に当たる春馬富士の苦度を上回り、10度目の優勝となった。以前は年2場所制の頃などがあり、時代によって条件は異なるものの、2桁の優勝回数は一つの節目だ。優勝じっとには、土俵の鬼と言われた初代若の花や常の花、北の富士、 土地錦といったそうそうたる横綱が名を連ねる道は平坦ではなかった両膝の負傷や糖尿病を患い大関から序二段まで転落したこの時期何度も引退が頭をよぎったという師匠の伊勢ヶ浜親方は次のように明かしていた後悔を残してはいけないと思った気持ちがなえないように前向きな話しかしなかった 2019年春場所でジョニ二段から本場所にカムバックし、2021年春場所後に大関へ帰り咲いた。そして、同じ年の名古屋場所後に第73代横綱に昇進した。その後、白鵬が引退し、一人横綱が続く。ただでさえ重圧がかかり、加えて両膝に古傷を抱える。部屋関係者によると、 まともに尊拠ができない状態が継続することもあるという。5月の夏場所を途中休場した小野富士について、横綱審議委員会は秋場所まで様子を見るとし、猶予を与えた。だから小野富士が名古屋場所出場を表明した時には驚きの声が上がった。それでも初日から白星街道、本人にしかわからない感覚で結果を出した。小野富士が横綱相撲において10度目の優勝を果たし、 大いに意義のある制覇となった。大相撲の注目点を振り返り、名古屋場所での V10 を称える。小の富士は二桁優勝を目指し、大関から序二段まで転落した過去を乗り越え、横綱への道を歩んでいる。白鵬の引退後、一人横綱として重圧を感じつつも、両膝の古傷を抱えながら精進している。夏場所での休場後、 秋場所までの猶予が与えられている。初日から白星を続ける昭の藤。優勝決定戦では平幕隆にしっかりと対処し、反撃して寄り切った。目指していた相撲が完成した実感があると語る横綱相撲。球場は増えたものの、地位を守る見通しが立った。意義深い制覇となった。大相撲秋場所の新番付が発表された。貴景勝が大関から関脇に陥落し、 二大関の番付となった。琴桜が東。宝昇龍が西に座った。将の富士は連覇を狙う。関脇は四人。高景勝は西の二番手で。大関復帰を目指す。大野里。霧島は変わらず。平戸海は西小結びとなった。新入幕は阿部国と白熊。北の若が再入幕。浅野山は十両に転落。関脇は四人。 高景勝は西の2番手に入り、十勝以上での大関復帰を目指す。大野里。霧島の3関分けは先場所から変わらず、先場所新小結びで十勝を挙げた平戸海は末置きの西小結びとなった。新入幕は阿武国と白熊。北の若が再入幕を果たした。先場所けがで途中休場の朝の山が十両に転落した。大相撲脇場所の番付が26日。 日本相撲協会から発表された。貴景勝が大関から関脇に陥落し、昨年名古屋場所以来となる二大関の番付になった。先場所十勝の琴桜が東。先場所9勝ながら終盤戦で休場した豊昇龍が西に座った。名古屋場所で10度目の優勝を飾った一人横綱の小の富士は連覇を狙う。関脇は4人。貴景勝は西の2番手に入り。 十勝以上での大関復帰を目指す。大野里。霧島の三関脇は先場所から変わらず、先場所新小結びで十勝を挙げた平戸海は末置きの西小結びとなった。新入幕は阿武国と白熊。北の若が再入幕を果たした。日本相撲協会は26日、大相撲脇場所の新番付を発表した。貴景勝の関脇転落で大関は琴桜と豊昇龍の二人に減り、 7月の名古屋場所で10度目の優勝を遂げた章の藤を含め、昨年の名古屋場所以来7場所ぶりの一横綱二大関となった。関脇は4人が並び、東はと霧島、西は三役での直近2場所で計21勝の大野里、一場所での大関復帰を目指す高桂章という序列。小結は東が大栄章、新三役だった先場所で十勝の平戸海は西につき、 大関昇進への足固めを狙う。新入幕はいずれも日体大出身の阿部国と白熊まで。モンゴル生まれの阿部国は元幕内大道が師匠の大野松部屋から初めての幕内力士。元関脇の若隆景は東前頭7枚目まで番付を戻した。北の若が再入幕。左膝の大けがで先場所を途中休場した元大関の朝の山は十両に落ちた。新十両は大青山。 気流校の二人で、大勝美が最重量。日本相撲協会は、大相撲脇場所の新番付を発表し、阿部国と白熊が新入幕を果たした。大野松部屋からの新入幕は17年夏場所の大野賞以来で、現首相が継承後は初めてとなる。また、北の若が再入幕を果たした。浅野山と大野賞は重量に降格した。日本相撲協会は、 26日に大相撲秋場所の番付を発表しました。先場所で10度目の優勝を果たした横綱・賞の富士は東の征夷に座りました。大関は東に琴櫻、西に豊昇龍、新入幕は日体大出身の2人、元学生横綱で24歳の阿部国は30人目の幕内力士となりました。25歳の白熊は元横綱・稀勢の里が師匠の二所ノ関部屋から昇進しました。 席関脇は昨年夏場所以来で東にと霧島西に大野里と貴景勝貴景勝は2度目の大関陥落で十勝以上すれば1場所で復帰できます小結は大栄翔と平戸海が2場所連続で務めます高司の勝ちは先場所で優勝同点の12勝を挙げ東全島筆頭に浮上しました日本相撲協会は26日 大相脇場所の新番付を発表新入幕は白熊と阿部国白熊は新潟農十海洋高日体大で関脇大野里の一学年先輩5月の夏場所で初優勝など幕内の土俵を席巻する弟,弟弟子に続く活躍を狙うモンゴル出身の阿部国は元学生横綱大野里とは日体大時代の同級生 上位陣は小野富士の一人横綱は変わらず、大関陣は高景勝の陥落で、琴桜と豊昇龍の二人に、二大関は昨年名古屋場所以来、関脇は大野里、霧島、高景勝の四人、四関脇は昨年夏場所以来、小結は大栄翔と平戸海で変わらず、再入幕は北の若の一人、報知新聞社、 日本相撲協会は26日大相撲脇場所の新番付を発表した横綱は在位19場所目となる小の富士が今場所も一人横綱として東に着いた一人横綱は番付上で17場所連続2場所連続休場明けで臨んだ7月の名古屋場所は初日から10連勝したものの後半に失速それでも12勝3敗同士の優勝決定戦で高志の勝ちを退け 三場所ぶり節目となる十度目の優勝を果たした。今場所は、新横綱と翌場所で果たした二十一年九州場所以来の二場所連続優勝を目指す。大関陣は、貴景勝が関脇に陥落したため、一人減で二人の顔ぶれ、四人が在位した五月の夏場所から半減となってしまった。その大関効果は先場所の霧島に続くもので、 2場所連続で大関からの陥落者が出るのは22年九州場所23年初場所以来となるなお貴景勝は今場所2桁十勝を挙げれば大関に復帰できる今場所の大関は先場所同様東が琴桜西は豊昇龍が在位する大の里は今場所の成績次第で大関昇進の可能性がある霧島は東貴景勝は西で序列2番目 4関脇は23年夏場所以来小結は大栄翔が東平戸海が西大相撲脇場所の初日と2日目の対戦相手が6日の取組編成会議で決定され8日に初日を迎える日本相撲協会は26日